BTS 好きなみんなに聞きたいねんけど、自分を救ってくれた BTS の曲または歌詞ある？急に何って話やねんけど、 BTS の曲を聴いて歌詞を目にして涙した人ってめちゃめちゃ多いと思うねん。たくさんある BTS の曲の中でもみんなの心に、みんなの心の奥底に保存しているお守りのように抱えてる歌詞みんなあるやろなと思って、ちょっと教えてくれん？知りたいなっちゃん。なっちゃんもあるんですよ、そういう闇底から救い出してくれた曲一節があんねんけど、なっちゃんはマジックショップです。マジックショップの You gave me the best of me, so you give you the best of you のとこここの歌詞、その後もなななじゃじゃなななななのとこね、ちょっと韓国語が分かれへんから歌われへんねんけど、あの日本語訳すると、君は僕に最高の僕をくれたから、君も君自身に最高の君をあげられるよ、キラーンっていう曲。こんな軽くないけど、でその後が僕を分かってくれたじゃん、僕を見つけてくれたじゃんっていう歌詞なんですけど、この歌詞がね、どん底だった私にもうほんの少しの光を与えてくれて、こう前向きに頑張れるきっかけになって、それ以来ずっと心の奥底にしまっている歌詞です。もうお守りにして生きてます。この、この2年、コロナが始まってから、みんなもみんなおのおのな、みんなおのおのいろんな事情があって、みんな大変やと思うねんけど、なっちゃんもね、まあぼちぼち大変でして、ショーダンサーやっててんけど、コロナでショーダンサーとして働かれへんくなって、いろんな方面での実力が足りへんかったから、もう一回ね修行し直そうと思って東京に出てきてんけど、やっぱりね、当時は2020年ですか、コロナになりたての時なんかさ、そもそもまずバイトやろうって思っても大変やし、貯金とか切り崩しながら単発のバイトやったりとかさ、運よく派遣社員として働かせていただく機会があったけれどもなっちゃんがね、そういうなんかジムとかさ、そういうのが本当に苦手でございまして、どれだけ気をつけてても同じ間違いを何度かしてしまって、派遣元の方に明日から来なくて大丈夫ですっていう感じになったりとかね、そういうのがね続いて、でも生活するのいっぱいいっぱいになりながら、一月にレッスン30レッスン受けたりとか、パーソナルトレーニングを通い出したりだとか、こういう発信もそうやな、面白系ネタダンスのショート動画を上げ始めたのがきっかけやねんけど、動画発信はね、そういうのをやりながら、ダンスの実力も頑張ってあげながら、でも生活もしなあかんし、貯金もないしみたいな、がもう1年半ぐらいずっと続けとったんよ。ほんならもうね、もう最後の方なんかもうヘトヘトよヘトヘト目標があるからこそ、そのために頑張らなきゃいけないことがあって、でも生活もしなあかんしみたいな、もう板挟み状態で一生懸命頑張ってると、もうヘトヘトなるんですねヘトヘトよ、もうなんか分からんけど、寝る前涙出てくるとかさ、ないみんなあるよな、お風呂入ってて急になんか泣けてくるみたいなそんな日々が続きましたよ、1年半もやってるとね。やっぱりさ、そうやって頑張ってる時期って人との交流立つや、遊ぶ時間があったらちょっとダンス練習しようとか、もう本当に数ヶ月友達と遊ばないとか普通やってんね、まあコロナっていうのもあってね。でそういう時期にね、 BTS にハマり、彼らを見てるとね、癒されてる反面、これね不思議なことにね、ちょっと苦しくなってくんのよ。わかるかな、この感覚。エンタメのことされてる人やったら多分分かってくれるかもしれんねんけど、やっぱり BTS の皆さんってすごいんよ、ダンスも歌もだからパフォーマンスがね。で私、ソクジンさんと同い年なんですで同い年の方がね、こんなにも脚光を浴びて、裏でもちろんたくさん努力はされてるのは前提やねんけど、こんなにも活躍されて、こんなにも自分の実力をお磨きになって輝いてる姿を見てると、癒される反面苦しくなってくるんよな。分かってくれる？これあんな風に輝きたいっていう思いがね出てきちゃうんよな。パフォーマンスでいろんな人に夢や希望や癒しや感動を与えている最中を、私は何をしてるんだとね。十何年ダンスや演劇やら続けてきて、今必死に生活するので精一杯ですよ、何ですかこれはと、へこむよなマジで。なんか今まで何してきたんやろって、才能ないなって思っちゃうよね。そうだから、なんか相反する気持ち、ジン君は大好きだし、ジン君の歌声は大好きだし、皆さんのダンスパフォーマンスも大好きやけども、それを見れば見るほどなんだか苦しくなる自分がいる。人間って複雑だね。悔しさみたいなのが湧き起こってきて、
もうそれもしんどくなるんよな。でもうお風呂に入りながら、でお風呂の電気もしんどいから電気消してアロマよ。アロマでこんなちっちゃい火つけて空中を見てやば。ちょうどその時にマジックショップの歌詞付きの動画があったから見ててんけど、そうよ、そん時よ。それで初めて歌詞を見たんか。その時の私よ、もう BTS に会ってから何回号泣したんかな。ほんまいろんなことで号泣してんな。歌詞の意味を知ってからもう裸な、裸でお風呂入ってるからさ、そら裸で泣きながら、ちっちゃい炎を焚きながらって泣いた。このマジックショップのこの歌詞のね、一節の良さって、目の前に BTS のメンバーがいて、その歌詞を言ってくれてるような感覚に陥る。この歌詞の意味だ。僕たちを見つけて、僕たちを分かってくれる君なら、君自身のことも分かってあげられるよ、君自身も君のギャラクシーを見つけられるよっていう、本当に励まされたね。本当に励まされる曲やったんです、あの時の私には。しんどくても生活は続けなあかんし、しんどくても目標とか夢を持ってしまってるがゆえにね、こなさなきゃいけないこととか頑張らなきゃいけないことがあるやん。満身創痍になりながら、体に傷を負いながらも、でも一歩ずつ前進はしたいわけです。この BTS の曲を左耳に携え、そしてジン君を小脇に抱え、一歩ずつ前を進みました。希望をもらったんですね。私は BTS を見つけたと。私は BTS を見つけ、ジン君の良さを分かり、みんなの良さを分かり、そんな私だから私自身の良さも見つけることができる、私のベストオブミーを見つけることができるはずだっていう思いを持って、一歩ずつ踏み出して今ここに至ります。だからお守りですよ、マジックショップのこの一節は。ベストオブミーを見つけられるんだ私はっていう自信を持って一歩ずつ進むことの大事さを本当に教えてもらったよ。腐らずにね、 BTS さんの歌のおかげです。アーミーの数だけストーリーがあると思ってるから、みんなの自分を救ってくれた曲、そして特に歌詞ね。あの時あの BTS の曲に出会って、あの歌詞があったから私は背筋を伸ばすことができました、また一歩踏み出すことができましたっていう歌詞ね、もう絶対あると思う。私アーミーさんやったらもう絶対あると思うわ。だってこんなにもいい曲がいっぱいあるやもん。それをね、教えてほしいんだ。まだまだいろんな大変なことあると思うけど、明日も楽しんでいきましょう無理せずな。ほんならまたコメント欄で教えてな。はい、バイバイ言ってやるジェ。バイバーイ